はい、それでは砦競輪で行われているウィナーズカップ決勝の展開予想をやっていきたいと思います。まあ準決勝はねちょっといろいろ言いたいことがあるんですが、それは動画の後半で言おうかなと思いますので、今回はねとにかく決勝の展開予想をね早めにやっていきたいと思います。でちょっとね並びが的場選手がねそうですね近畿の前を走るというちょっと、ね、あまり見慣れない並びになっているんですが、まあ、的場選手が前というねところで古性選手あたりがスタートへ行ってくれて、もしくは普段スタート取らない脇本選手も内枠一番で前々行って、今回はね私の展開予想ではまあ近畿ここの3社がね、自力でまとまったところ前受けという流れになるのかなと、予想していきたいと思います。でそうなってくると清水選手は中段に入る流れで、でその後ろに、難関2社期待選手深谷選手という並びで、短期勢は、まあ、伊藤聡馬選手はね、難関の後ろあたり。で、坂井陽選手に限っては、おそらく短期でも、まくりに行く体制を作るのかなと思って、短期でね、最後方からスタートは足を使わずにね、行くのかなと思います。さあ、並びはこんな形でね、レーススタートしていきたいと思います。さあ、ここから、的場選手ですね。今回ちょっとね、まあ、普段先行はしないんですが、この自力の並びってなると、やはりね、かけるのかなと、ちょっと私は予想します。で、やはり期待選手をね、ここ、近畿はね、期待選手を警戒すると思うので、誘導の車間切って、期待選手に備える動きをするのかなと思うんですが、ここの近畿、期待選手のところを警戒してると、すいません、26でしたね。そう、期待選手のところを警戒してると、清水選手のところが手薄になるんですね。で、清水選手も、期待選手の動きに警戒して、行くそぶりを見せるようなことがあれば、すぐさま、それより先に、前に行って、的場選手を先に叩いて、期待選手を迎え入れちゃう流れを作るのかなと思います。で、坂井選手は、マイペースで、足を温存してね、後方から自分のペースを作るために、短期でね、後方回ってると思われます。さあ、赤番周回入ると、清水選手にちょっとしてやられたなっていうところで、的場選手もちょっとね、ここ、自力3社というところでね、まあ、脇本選手と古性選手連れてるので、すぐさまね、期待選手に挑みに行くのかなと思います。ただもう期待選手もね、前に出たら、ここね、突っ張りますね。さあ、的場選手が早い段階で、ちょっと清水選手に、前取られて、期待選手にまんまと行かれてしまったところを、さらに、まあ、2コーナーあたりからとかですかね。前々上げてくる勢い。ね、とにかくね、ここ、牧本選手と古性選手を背負っているので、前を叩けなくてもね、もうここまで来たら踏み合うしかないのかなと思います。さあ、ペースは結構、序盤で速いペースになってくるのかなと思います。最終周回ですね、ここ、地帯選手と的場選手がね、叩き合っていると、後方に構えた坂井陽選手、自分のペースでね、まくりに出るのかなと、思っております。まあ、期待選手、的場選手が、ここを叩き合ってると、的場選手は2コーナーあたりで脱落するんじゃないかなと思うんですね。そうってくると、脇本選手が切り替える。期待選手は、その切り替えでも3コーナーぐらいまでは期待選手を持つ、じゃないかと思うんですね。で、後方から、坂井陽選手が短期で、かなりかかったまくりが打てる。まあ、なんでまくりが打てるのかっていうと、序盤でペース配分がここ早すぎたせいで、坂井陽選手の後方で構えたまくりが、後ろで足溜めてただけなので、かなりかけられるのかなと思うので、上がってこえるんじゃないかと私は予想します。そうなってくると、期待選手は3コーナー入ったあたりから、今度は深谷選手、その後ろに伊藤聡馬選手がいれば、深谷選手の番手絶好。で、清水選手も3コーナー入るあたりからまくりに構えます。ただ、坂井陽選手がかかると、もう結構3コーナーぐらいでは、脇本選手に並ぶぐらいの勢いで、まくっているのかなと思うんですね。そうなると、坂井陽選手は一気に外から強襲かける、深谷選手は出てきてもいいんじゃないかなと思います。そうなると、坂井陽選手は私は一着に抑えて、短期のまくり、ドバッとね、決まってくるっていうところで、一着、坂井陽選手というところを狙いたいと思います。で、期待選手の番手から切り替えた深谷選手のダッシュと、そこに対抗してこれそうなのが、その前段やり合っている中ね、後方を眺めてからのショートまくり打てる清水選手あたりが抜けてくるのかなと思います。ちょっと的場選手がちょっとペース配分早すぎたりとか、清水選手に前を取られたりとか、的場選手の動きがいまいちで、ちょっ
とね、近畿を私は今回省こうかなと思ってます。ちょっとワノバ選手がミスしちゃう。まあ、ちょっとサンチェクあたりにね、マケモト選手とかコショ選手、これだったら付け加えててもいいのかなとか思うんですけど、そうですね、まあ、そうなると酒井陽選手の頭2着に清水選手と深谷選手、まあ、523523が本命なんですが、ちょっと3着広めるのであれば、ちょっと調子のいいところで伊藤相馬選手も深谷選手の後ろいれば3着までは来れるのかなとか思うと、3着だけ広めて牧本選手、古性選手、そして伊藤相馬選手というところですかね。このあたり狙っていきたいかなと思います。まあ、今回ね、ちょっとまあ、今日の準決勝なんですが、まあ、私がね、展開予想したところ、狙ったところがね、落車してしまい、まあ、故意にね、落車させたとかではないんですが、別にね、内側に車高する必要もないところで、車高して、まあ、車体をね、内側に入れて、まあ、ちょっとでも加速しようとしたところに、ちょっと後輪がね、後ろにいる選手にかかってしまって、車高を取られて、で、そのね、落車したところで、マスギ選手が、巻き添えを食らって、もう私はね、昨日の展開予想の、準決勝の展開予想で、ここは森田選手が立川記念での恩返しをするっていうね、ことをね、展開予想で言ってたんですが、これがまさに恩をあだで返したなぁという、俺がもう恩をあだで返しやがったな、森田とね。で、やっぱりもう、あれだけね、もう完全に、素人目でちょっと見ても、これは車高だっていうのがわかるぐらいの車高でしたので、もちろん失格で、もう本当に、あちゃーというね、もう目つぶっちゃいましたね、あの瞬間。うわー、もうレース見れないと思って。で、しかもね、マドバ選手の押し切りというところで結構な配当でしたので、当てられた方はね、おめでとうございますということをね、一言言っておきますが、私はちょっとね、別戦で落車のところを買ってしまってね、久々にちょっと、買ったところが落車っていう見解にちょっと目つぶっちゃいましたね。まあ、そんな感じでね、まあ、今回の展開予想は、まあ、マスギ選手ね、栃木なので、もうその地区、関東で、もうウィナーズカップね、取手競輪、まあ、茨城の選手は残れなかったんですが、まあ、関東唯一、酒井陽選手、短期で走るというところで、まあ、マスギ選手のね、仇を、ここで決勝で取って、関東にね、貢献できる、走りをしてほしいという願いから、今回、この展開予想にしてみました。まあ、実際、短期での成績っていうの、酒井陽選手は抜群にいいので、そういうとこから、まあ、かなりの穴になってくるとは思うんですが、まあ、そういうね、今日の準決勝のレースのこともね、ありますので、まあ、そういう話になると、オカルトチックな話になっちゃうんですが、まあ、短期の成績もいい酒井陽選手で、まあ、前段のペースが乱れて、ペース配分がおかしくなっちゃう。で、後方で自分のペースで行けるところは酒井陽選手一つかなっていうところで、まあそういうね、一応オカルトではなく、しっかりとした一応ね、裏付けじゃないんですけどね、まあそうなればこうなってきても全然あるのかなっていうところも含めて、まあ全てひっくるめてですね、酒井陽選手に託そうじゃないかと私は思いました。はい、そんなところですね。まあ決勝戦、まあいろいろね、結構落車も準決勝のね、レース、まあ3日目はね、準決勝じゃなくても特選でも大量落車があったりしたり、松浦選手の落車とか、人気どころがね、ことごとくいなくなってしまったりとか、まあちょっと不運なことも続いた3日目だったんですが、最後はね、しっかりここね、酒井陽選手に頑張ってもらって、最後は美味しいご飯をね、週末、日曜日ですから、美味しいご飯が食べられるような、そんなね、配当を狙って、今回の展開予想をこの辺でね、終わりにしたいと思います。明日もね、最終9レースか10レースあたりから、生配信の方をやっていこうと思いますので、もし時間がある方いましたら、ちょっとね、遊びに来ていただければ、私のね、おしゃべりの相手になっていただければ幸いです。それでは、また明日のライブ配信でお会いしましょう。